暑いです。多分今気温は多分ね39度とか40度ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい灼熱な感じです。タイよりもめちゃめちゃ暑くてびっくりしてます。はい、ということで今回なんですけども、デリシャスヌードルというお店にやってきました。このお店はですね、なんかすごく人気のお店らしくて、ラオスの有名なうどんが食べられるすごい美味しいお店らしいので、今日は食べていきたいなと思います。それではレッツゴがさ、え、何、太さが同じすぎて箸がよくわかんない。どっちを持てばいいの。これか。麺はこんな感じです。すごい太麺、じゃじゃん。いただきます。あ、そういえばメニューなんですけど、鶏か豚かどっちがいいかっていうのを聞かれるので、それを答えて、どこに入ってんだろう、ここにちょっとちっちゃいのが入ってます。私は今回チキンにしました。めっちゃお腹すいた。それでは早速食べてみたいと思います。うわ、麺がめっちゃ入ってる。麺の量が多いよ。いただきます。熱っ。え、すごい。これなんかでもタイにもありそうな味っちゃタイにもありそうな味。麺がめちゃめちゃもちもちしててめっちゃ美味しい。あとスープもなんだろう、鶏ガラなのかな、なんかいろんなものが詰め込まれた感じがしてすごい濃厚な感じなんだけどさっぱりしてて、あのどんどんこれ飲んじゃうやつ。うん、めちゃめちゃ美味しいです。なんかね、食べやすいもちもち感だし、このスープと合ってるからね、どんどん食べちゃう。チキンも食べます。うん、え、なんかすごいいろんな香辛料がチキンに染み込んでる感じがしてめっちゃ美味しい。うん、なんか特に辛いとかはないから、こういうタイにもあるね、こういうのをつけて多分味を加えていくんだろうと思うけど、このまま食べても本当に美味しい。結構タイでラーメン食べるとき私そのまま食べることが多くて、あんまりこういう調味料を使って足してオリジナルをしないんですけど、そのままでも本当に美味しいので、ぜひ皆さんにも食べてもらいたいなって思います。はい、ということで完食しました。めっちゃ美味しかったです。アロイアロイでした。このラオスうどん、通称ラオスうどんは1万2000キップなので、日本円だと多分150円とか160円とか大体それぐらいだと思います。なので結構リーズナブルに食べれて、しかも麺が多いのですごくねお腹にたまる感じになりました。麺が独特だったよね。でも本当になんかね、私が調べた情報によるとでんぷん粉が入ってる、なんかタピオカみたいな感じのもちもち感があるおうどんなんですけど、めちゃめちゃ本当に美味しかったので、バンコクになかった。バンコクにはないよね。バンコクには多分ないと思います。バンコクはもうちょっとなんか細くてみたいな感じで、同じ
米の麺だけど。でもこんなにもちもちしてる麺は私は初めて食べたし、本当にめちゃめちゃ美味しいので、ぜひ皆さんこのラオスビエンチャンにあるデリシャスヌードルに遊びに来てみてください。それでは以上、ハルピーでした。バイバイ。今日はですね、ベトナムのダナンにあるコンビニにやってきました。20万ド、約1000円です、ね、日本円にすると。この1000円でどれぐらい買えるか、どんなものが買えるか検証していきたいと思います。20万ドって計算がまずできない。なんで？どうしよう。20